なさん、こんにちは。シャリミちゃんのしほとリミちゃん。はい、というわけで今回は視聴者さんにねプレゼントをいただいたので、今回はそちらをあげていきたいと思います。でね、いつもね、以前からねちょくちょくしほりみの動画の中に出てきたりもしてるんだけど、はい、ひなしゅうさんっていうね、視聴者さんがすごくね、はい、いつもよくしてくださってね、本当にそうなんですよ。ありがとうございます。はい、今回もしほとりみが4月と6月に誕生日だったので、はい、なんと誕生日プレゼントということで、たくさんのねプレゼントをね、うん、くださったんだよね。そうなんです。はい、それをね開封していきたいと思います。なんだろう、めっちゃ楽しみだね。すごくね、全部可愛くねラッピングとかもされてて、ほんとね、いつもね本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあどっちから、どれから開ける？ピンクと、あ、ごめんごめん、ちょっと待ってね。で、多分この2つが多分私なんですよ、色的に、はい、うん、こっちリミなんで。そっか、うん、色的にだから、うん、けど、ということで、開けていきたいと思います。はい、開けていきましょう。じゃあ、しおちゃんから開ける？うん、このピンク開けてみていい？はい、開けましょう。バヤ、あ、そう、それね、フライングタイガーで買ったやつつけてみた。バヤがしたいな。そうなの、なかなかね。わ、すごい、いきますよ。うん、1個目。おー、炭治郎人形ですね。かわいい。2つ目が、わあ、すごい、すごい、なんかポーチですね。え、すごいね、鬼滅の刃のポーチ、すごい、すごい、まだまだなんだけど、やばい、やばいね。ガチャガチャ、次ガチャガチャ、あ、すごい、ガチャガチャだ。善逸とかなお、かなお、あれ、しのぶちゃんかな。え、すごいね、すごい。開けてみよっか、ガチャガチャは。リミも開ける。うん、リミも手伝ってあげて。お、これ無理、よろしく。はい、しほちゃんね、握力がね、ないんですよ。握力あるよ。あるの？でも握力、平均より上ですよ、握力私。でも開けんの苦手。開けんの苦手だよね。あ、いつも可愛くぶってたってこと？違うよ。開かない、開かない。本当に開かないんだよ。うん。第2弾これ。知らない。あ、寝そべり？寝そべり。あ、すごい。可愛い。すげー。2弾。第2弾が出てたんだね。かわいい、しのぶちゃん、サビトと煉獄さんとしのぶちゃんのカナオだ。うん、かわいい。その中のしのぶちゃんのリミちゃん、ちょっとちゃんとカメラに見せてね。あ、いや、しのぶちゃん、キサチャ隊ってさ、このお洋服で寝てんだね。うん、ばまずカナオの缶バッチとカナオのキーホルダー。うわ、カキーホルダー、ありがとうございます。すごい、最近肌とターンがすごくて、うん、やばいね。デイツ、デイツ、かわいい、かわいい、かわいい、これはかわいいですね。あ、まだガチャガチャありました。あ、花尾のガチャガチャ、おねむちゃん、おー、かわいい。リミ、ラインナップ見る。開いた。おー、かわいい、かわいい、ありがとうございます。かわいい。ちーちゃん、袋から出す？うん、お願い。え、すごいね。うん、このこれ、はい、どうね、これ見せた、しーちゃん。見せたよ。かわいい、いいね。ね、ね、まだ入ってます。すごい、やばいね。カナオのボールペン、かわいい。
可愛い。すごいじゃん。カナオグッズだね、本当に。ね、え、何まだいっぱい入ってるじゃん。ちょっとこんなに大丈夫？炭治郎のあのなんだっけ、なんだっけこれ。このあのこれあの善逸と伊之助持ってるやつ。ああ。このガチャガチャ。翔ちゃんも何回かやったんだよねこれはね。そう。それで善逸と伊之助出ました。そうそうそう。あよすごい炭治郎。炭治郎とカナオ。すごい。炭治郎とカナオなかったもんね。これも第一弾だ。私だったら第一弾。あすごい。ガチャガチャももうあれだね進んでるね。ね。いいもん。マジで可愛い。ありがとう。いいよ。マジで炭治郎かわいい。かわいい。タンカナいいじゃん、タンカナ。じゃあちょっと剥いて、剥いて。なんか 青いシールが剥けんだよね、翔ちゃん、確か。そうそう。白でーす。かわいい、この炭治郎。かわいいね。めっちゃ可愛い。これはなんか立てられるんだよね。立てられ、あと立てるところも向く、向きます。はい、立てられるんだよねこれ。次いきますね。カナオ。じゃあカナオ見せてください、リンちゃん。はい。可愛い。カナオも可愛いでーす。可愛いでーす。カナオも立てられる。そのね。すごいこれ何これ。次何？何これ、なんかカナオのなんか何これかわいいみたいな感じで、なんかカナオのカードが入ってるんですよ。すごーい。やばくないなと思って。カナオの袋にカナオが入ってるんですよ。カナオの袋にカナオが入ってる。すごい。すごい。何それ、全部かわいいじゃん。ダイカットステッカーセットだって。すごーい。そういうのがあるんだね。ね、カナオメイン。あと柱、うん、いい、見せてください。柱のカードとカナオがいるやつ3枚、あと葵と清澄奈穂だよね。映ってる、ちゃんと多分映ってる。はい、こんな感じで、はい、やば、かわいすぎる、ね、マジでかわいいと思っちゃって。かわいい、かわいい。でまだあるんですよね。まだあるんですか。すごいね、豪華すぎる。一つの袋だよねこれ。やばいね。これネックレス。かわいいね。かわいい。ネックレス。あとカービィのボールペン。おお、カービィのボールペン。かわいい。ありがとうございます。以上です。素晴らしい。すごいよね、一つの袋にコード入ってる。やばい。もうほんとカナオグッズが一気に増えたね。ね、すっごい嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ次こっち開けたいと思います。はい、まだあるなんてすごいね。やばいね。やばい。何、いくよ、いくよ。うわやばくないこれ、ちょっとカナオのフィギュア。こんな感じで。やば、すごくないこれ、マジですごいと思って。開けていいですか。もちろんです。かわいい、できました。早い。おすごい、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。いいじゃん、すごいね。すごいね、楽しみだね、飾るのね。中緑、見せて。あ、かわいい。中も緑。もう一個の方は何色だろう。ピンクっぽい。ねずこだもんね。何色かな。それねずこなの。ねずこです、どう見ても。おー、そっか。誰だと思ったの。あ、ピンクですか。かわいい。これ誰だかわかる。炭治郎。これはねずこ。うんうん、うんうん、わかった。はい、すごい量ですね。すごいですね。やばいですねこれ。ね、はい、じゃあ次ね、リミちゃん、はい、だと思われるものを開けましょう。
見て、もうね、まさにこれはね、うん、プーさん。すごいかわいいプーさん。これ折り紙、折り紙で作ってくれたプーさんかな。かわいい。かわいい。これどうやって作ってるの？ねえ、上手だよね。折り紙で作ってくれたね、プーさんです。かわいすぎです、ね、すごい上手。すごい上手だよね。ほんと上手。これ見て、リモプーさん作れる？多分。どうなの？でもどっか作り方とか載ってんのかな？ YouTube とかで調べれば出てくるかな。うん、ね、かわいい。次クッポーさんが羊になってる。あー、かわいい。こんなのあるんだね。ね、かわいすぎ。羊の方がでっかいね。ちげー。はい、次プーさんの卵、うん、卵の中に消しゴム入ってる。これなんだろう、ガチャかな。かわいいね、こんなのあるの。クレーンゲームじゃないの？クレーンゲームかな。かわいいね、プーさんグッズでした。次、はい、次、うん、いっぱい入ってる。ワンちゃんのポーチ。ポーチだね。へえ、かわいい。かわいい。お、あげれた。おお。裏肉球と英語になる。うん、水色だ。タオル。あ、いいじゃん。なんて書いてあるの？100%。なんだろう。カフェ。カフェ。かわいい。かわいい。これは使えますね、学校でね。うん。タオルは必需品なので。じゃあ、何？あ、櫛。おー、これでりーちゃんも女子力アップしてくれるでしょうか。ポーチと櫛だってもう絶対ね。くまちゃん、かわいい。ちょっと溶かしてみたら、りみ自分で溶かしたことないでしょう。ないよ。ないよじゃない。ある？少しはさ、こう気にした方がいいよ、りみちゃんも。そろそろ、うん、そのためにひなしゅうさんがこれをピックアップしてくれたんで、きっと。そう、リミちゃんもそろそろ女の子だからってことで。そう、リミちゃんも自分でね、こうね、前髪多いけどね。髪とかいじんなくない？リミ、うん、髪いじんない、全く。いじんない、もうそのまま。前髪長い。前髪切ろうね、ちょっと長いね。はい、素晴らしいです。ねえ、みちゃんの女子力上がるかな？上がるかな？はい、じゃあ次行きましょう。次。うん。でっかい。でっかいね、袋。いいの、いいの、髪。めっちゃサラサラなの、ストレート。あ、かわいい。かわいい。めっちゃかわいいね。これは学校で使えるやつだ。これは使っていいの？いいんだよね。うん、いいんだよ。はい、レミ、ありがとう。プーさんがいっぱい、うん、ピグレットもいい。かわいい、デザインかわいいです、ね。じゃん、下敷き。下敷き、よかったじゃん、うん、使おうかな。うん、今すぐでも使える ね、 ね、かわいい、すごい。リミちゃんのほんとプーさんグッズでした ね、 ね。はい、じゃあ最後になんかこれは何だろう、お手紙かな。お手紙じゃないんじゃない？ちょっと折り紙で折ってあるやつ開けてみましょう。しほちゃん、りみちゃん、それぞれいただきました。切っていい？うん、開けてみよう。あー、いやん、よいしょ。リボン、かわいい。かわいい、え、かわいい。これは何だろう、これ飾るやつ、飾る感じ。え、見ていい？ディズニー。あー、ほんとだ、ディズニーだ。この T シャツが有名じゃない？うん、リングのクラスの生徒。なんか書いてある。やっぱ書いてあるよね。じゃあ開けてみよう。お手紙なんじゃないかなと思ったんだ、ママ。ほんとだ、書いてある。ね、お手紙だよ。お手紙でした。かわいく折ってあるから、これ飾りかと思ったね、うん。ありがとう、うん、リミ
の島行ってみたいって。あ、本当？じゃあ今度ご招待しなきゃね。ね。はい、ということで今回もね、ひなしゅうさんからもらったプレゼント開封してみました。すごいよね。やばいですね、本当にね。本当にもうありがとうございます。はい、はい、ということでそれではバイバーイ。ありがとうございます。また遊びましょうね。